わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は薬が皮膚浸透するメカニズムの研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部ナノサイエンス学科、桜木美奈准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。皮膚から薬を投与する研究をしてます。今注射で投与されているもの、ワクチンとかよく予防接種とか注射で打ってると思うんですけど、皮膚から薬を投与するのはその薬の種類によってはとても難しいことがあるんですね。薬がどういうルートでこう浸透していくのかとか、詳しいところが分かってないところがたくさんあるので、私は X 線散乱という方法を使って、その薬の浸透メカニズムを調べています。この経費デリバリーに取り組もうと思ったきっかけなんですけど、子供を出産して予防接種で赤ちゃんの注射って結構大変で、母親がこう押さえつけて、でお医者さんがこうグサッてすごい勢いよく注射するんですよ。でもう結構子供その20分ぐらいずっとギャーって泣き続けて、その後も1日不機嫌で結構大変だったんですよね。もしこれ赤ちゃんで病気で結構な頻度で注射をしないといけない母親も世の中にはきっといるんだろうなって思うと心が痛んで、経費デリバリーというのが頭に浮かびました。その時までは抗がん剤とか副作用の強い薬を効率よく患部に届けるっていうシステムの研究をしてたんですけど、今度からは経費デリバリー、皮膚から投与する方法に的を絞って研究してみたいなと思って、育休が終わってから今のテーマを始めました。ふむふむ、具体的にはどんな研究に取り組んでおるんじゃ。薬をそのままこう浸透させるのが難しい時によくマイクロエマルションといって、界面活性剤からなる、ナノサイズの容器が使われてるんですね。で私もそのマイクロエマルションの中に薬を入れて、でそのマイクロエマルションが皮膚を浸透していくメカニズムを調べています。市販の界面活性剤を買ってきて、マイクロエマルションをこちらで混ぜて超音波分散させて作るんですけど、それを実際にマウスの皮膚を購入してきて、その皮膚をセットして透過試験っていうのをしたり、どういう条件の時に浸透しやすいのか、マイクロエマルションが皮膚を浸透していきやすいのかっていう条件を調べたりだとか、あとはその皮膚を、兵庫県にある大型放射光施設、かなり強度の強い X 線が出る施設があるんですけど、そこにサンプルを持って行って、で皮膚にそのマイクロエマルション溶液を適用した時に皮膚の構造だとかマイクロエマルションの構造がどういうふうに変化していくのかっていうのを調べてます。そうですね、皮膚の表面には角層っていう、皮膚のバリア機能として知られる層がありまして、その下も細胞の間をこう固く結合するようなタイトジャンクションと呼ばれるものもあったりだとか、さまざまなバリア機能が存在するんですね。そのおかげで私たちはいろんな物質がこう皮膚から侵入してくるのを防いでるっていう、逆に有効成分とか薬を皮膚から浸透させようとした場合に難しいです。そのバリア機能の存在のために難しいです。マイクロエマルションに薬を包み込むと皮膚浸透しやすいっていう効果が報告されてるんですけど、マイクロエマルションがどういうルート、皮膚のどういうルートを通って皮膚の奥深くまで浸透していくのかっていうメカニズムもよく分かってないですし、薬がそのどこで放出されて効果を発揮していくのかっていうメカニズムを調べていくのは、これから実用化していく上では重要だと考えています。桜木准教授の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。いろんな今注射でしか投与できないような薬が塗り薬になることができれば、注射を頻繁に打たないといけない病気の方も簡単に投与することができて、生活の質の向上を図ることができると思いますし、あとは医療従事者の確保の必要がないので発展途上国にいろんな薬を普及できたりだとか、さまざまなメリットが考えられると思います。崇城大学工学部ナノサイエンス学科の活躍がますます楽しみじゃ。